パウル・ルート・ビヒアンス・アントン・フォン・ベネッケンドルフ・ウント・フォン・ヒンデンブルクはドイツの軍人、政治家、元帥、ドイツ国第二代大統領。第一次世界大戦の単年ンンベルクの戦いにおいてドイツ軍を指揮してロシア軍に大勝利を収めドイツの国民的英雄となった。大戦後期には参謀総長を務めた。戦後、 共和制となったドイツにおいて大統領に当選。アドルフ・ヒトラーを首相に任命し、結果として国家社会主義ドイツ労働者党政権樹立への道を開いた。フォン・ベネッケンドル・フーンとフォン・ヒンデンブルク家のョ章プロイセン王国、ポーゼンでユンカーの家に長男として生まれる。父はプロイセンで I18 不評連隊に所属する将尉、ロベルト・フォン・ベネッケンドル・フーンと フンヒンデンブルク。母は、軍医の娘ルイーゼ。ベネッケンドルフ家は1280年に、現在のザクセンアンハルト州、ザルツベーデル軍に属するアルトマルクに起こった家であり、やがて近隣のノイマルクを経て、プロイセンへ移住した。代々軍人の家系であり、一族には、ドイツ騎士団に参加した者もいる。ノイマルク時代の1789年に、ベネッケンドルフ家は、 男系が焚いたヒンデンブルク家と婚姻で結びついて統合した。ヒンデンブルク家も13世紀から続く代々軍人の家系だった。なお、丹ン,ンベルクの戦いでヒンデンブルクの姓が有名になる以前はベネッケンドルーフの方の姓で呼ばれることが多かった。フリードリヒ大王の時代にヒンデンブルク家はリムブゼーとノイデックを所領として与えられる。 リムブ勢の所領はやがて失ったが、ノイデックの所領はヒンデンブルクが生まれた頃にも残っており、彼の祖父母がそこで暮らしていた。ヒンデンブルクは夏休みにはいつもそこへ遊びに行ったという。祖父母の死後の1863年からヒンデンブルクの両親はノイデックに移り住んでいる。ヒンデンブルクは幼少期から厳格な軍隊的生活の中で育てられ、 スパルタ教育を施された。幼いヒンデンブルクが不服や愚痴を述べると彼の乳母は文体静粛にしろ、といった軍隊長の口調で怒鳴りつけたと言われる。小学校からプロテスタント系のギムナジウムへ進んだ後、1859年にワールシュタットの士官学校に入学した。1863年の復活祭を機にベルリン、 ダイリヒターフェルデのプロイセン高級士官学校に移った。士官学校在学中の1865年に亡き、プロイセン王、フリードリヒビルヘルム4世の王妃、エリーザベトの近止を務めた。ヒンデンブルクはエリーザベトから賜った懐中時計を大事にしていた。1897年の少々時代のヒンデンブルク1866年4月に士官学校を卒業し、 この F 票第三連隊の将尉に任官した。1866年6月に始まった広島戦争に従軍し、最初の実戦経験を得た。同戦争の軽にヒグレーツの戦いで優先した功績により、石州勲章を授与された。1870年から1871年の不仏戦争にも従軍し、セダンの戦いに参加した。 その勇敢さを認められ、鉄十字章を受け、さらに1871年1月18日に、ベルサイユ宮殿、鏡の間で行われた、ビルヘルム一世のドイツ皇帝即位式に、所属する、この F 表第三連隊の代表として参列する、ことを許されたのであった。以降は、第一次世界大戦まで、大きな戦争もなく、ヒンデンブルクは、 平時の軍隊勤務に40年間を過ごすこととなる。1873年には、プロイセン戦争大学校に入学。この大学での友人にカール・フォン・ビューロー、ヘルマン・フォン・アイヒ・ホルン、皇族アレクサンダー・フォン・プロイセンなどがいる。皇族の語学友になったことで、軍部や政界、宮廷などに顔が聞くようになった。1877年に、 プロイセン戦争大学を卒業し、1878年4月に大尉に昇進するとともに参謀本部に配属され、シュテティンの第二軍司令部付の参謀となった。シュテティン勤務時代の1879年に、不評大将、クルトフォン・シュペルリングの娘ゲルトルートと結婚した。彼女との間に一人の息子と二人の娘を設けた。1881年には、 ケイニヒスベルクの第一手段付け参謀。1884年には、ポーゼンの第58連隊の中隊長に転任する。1885年夏に参謀本部勤務となり、少佐となる。参謀本部から教鞭を取る任務を多く与えられた。陸軍大学で戦術の授業を担当する。1888年には死去した。 ビルヘルム一世の棺の側で英氏を務める栄誉に、よくした。1889年には、陸軍省の軍務局長に就任した。1891年に中佐に昇進。1893年には、オルデンブルクの第91不評連隊の連隊長に任じられる。1894年3月17日、大佐に昇進。 1897年5月22日、少々に昇進。さらに1900年7月9日に中将に昇進するとともに、カールスルーへの第28不評師団長となり、1904年にはマグデブルクに本部を置く第4軍団長に就任している。1905年6月22日には不評大将に昇進。同年、 アルフレート・フォン・シュリーフェンの公認の参謀総長の候補に挙げられたものの、結局、ショーモルトケことヘルムートヨハンルートビヒホンモルトケが公認に選ばれている。ヒンデンブルクは皇帝ビルヘルム2世からの覚えは良くなかったといい。ビルヘルム2世は参謀総長の選定にあたって候補者であるヒンデンブルクを問題にも挙げなかった。ただヒンデンブルクは、 ダイモルト家やシュリーフェンからの評価は高かったという。なぜ、ビルヘルム2世から嫌われていたかは不明だが、彼は1908年の演習で判断を誤って、ビルヘルム2世の軍を敗北に導いてしまったことがあり、これが原因ではないかという説がある。1911年3月に、クロワシ勲章を授与され、64歳の時に退役した。 ヒンデンブルク本人の自伝に揺れは戦争が起こる。気配もないし、更新に道を譲らねばならないと考えて、退役を決意したという。ただし1912年には、皇帝ウィルヘルム2世の家門に、戦時には軍司令官となる用意がある旨を投信している。以降は、第一次世界大戦開戦までハノーファーで、隠居生活をはじめ、旅行や狩猟、絵画収集など趣味に興じた。 また自分が、かつて所属していたこの A 第3不評連隊に属する、息子スカーフォン・ヒンデンブルク中尉の軍歴を引き上げる、ことに心を砕いていた。第8軍司令官に、就任1914年7月末に第1次、世界大戦が勃発。ロシア帝国陸軍は、ドイツ帝国陸軍の予想を超える速さで、動員準備を完了させ、ロシア第1軍とロシア第2軍が、 それぞれ東と南から東プロイセンに進攻を開始し、マクシュミリアン・フォン・プリトビッツ・ウンとガフロン上級大将率いるドイツ第8軍がこれを迎え撃った。プリトビッツは8月17日に軍備連周辺でロシア第一軍に攻撃を仕掛けたが、戦況はこ着した。8月20日夕方にサムソノフの軍が南部に深く侵入してきたとの報告を受けた。 プリトビッツは、ラ乱状態に陥り、東プロイセンを放棄してバイクセル側まで撤退する、ことを命じ、参謀総長、モルトケ上級大将にもその旨を伝えた。モルトケは、プリトビッツを、第8軍司令官から更迭した。モルトケは、東部戦線の戦況を打開させる人物として、エイリヒルーデンドルフ少将を派遣することにした。しかしルーデンドルフは、金属年数の点で、 軍司令官への就任資格がなく、参謀長にしか登用できなかった。そこで、第8軍新司令官も選定されることになった。司令官は、勤続年数の長い老将軍であれば、誰でもよかったが、ヒンデンブルクがちょうど東部戦線に通じるハノーファーで暮らしていたため、ヒンデンブルクが任じられることとなった。8月22日午後遅くにヒンデンブルクは、コブレンツに置かれた。 皇帝大本営から第8軍司令官に任じる電報を受けた。8月23日午前3時に特別列車でハノーファーを立った。途中の駅で第8軍参謀長に任じられたルーデンドルフ少将が乗車した。第1次大戦中コンビを組み続けることになる二人はこの時に初めて出会った。ヒンデンブルクは回顧録の中でルーデンドルフとの関係について 幸福な結婚と表現しているが、ルーデンドルフはヒンデンブルクより、自己主張が強い人物で二人の関係では常に、ルーデンドルフが頭脳であり、ヒンデンブルクは、お飾りの存在であった。タンネンベルクの戦い第八軍参謀長、ルーデンドルフと軍議をする第八軍司令官、ヒンデンブルクを描いた絵ヒンデンブルクとルーデンドルフは8月23日夜に、マリエンブルクの 第8軍司令部に到着。専人の第8軍作戦参謀、マックス・ホフマン・中佐とと共に、ドイツ第8軍の反撃作戦を指揮した。軍備連の戦いでの損害や補給不足の影響で、ロシア第1軍がしばらく動かないことを、電信の傍受で掴んでいた、ドイツ第8軍は、大部隊と見せかけた第1騎兵師団だけを、ロシア第1軍の正面に残し、また、 タンネンベルク付近で第20軍団をロシア第2軍に当たらせている間に他の各軍団、師団をロシア第2軍の左翼と右翼に移動させた。8月26日からこれらの軍団や師団がロシア第2軍に攻撃を開始した。ヘルマン・フォン・フランソワ大将を率いる第1軍団は左翼からアウグスト・フォン・マッケンゼン大将を率いる第17軍団は 右翼からロシア第二軍の背後に回り込んだ。8月26日夕国には、連年幹部のロシア第一軍が、マッケン前軍団の背後左側面を襲撃しようとしているという情報が、司令部に入り大騒ぎとなった。ルーデンドル夫妻も同様して、マッケン前軍団の撤収を提案するありさまだったが、ヒンデンブルクは同時ずに続行を命じた。この判断は正解だった。 連年カンプ軍移動の情報は偽情報であった。8月29日早朝にはサムソノフ軍を包囲することに成功した。その日の夜、包囲脱出を絶望ししたロシア第二軍司令官サムソノフが受決。ロシア第二軍20万人のうちロシアへ帰国することができたのはわずか1万7000人だった。西部戦線から引き抜かれた二個軍団が新たに第八軍に加えられ、 9月5日からロシア第1軍への攻撃を開始した。4個軍団でロシア第一軍に正面から攻撃をかけるとともに第1軍団と第17軍団にロシア第一軍最悪にあたる故障地帯を突破させ、その背後に回り込ませようとした。ロシア第一軍司令官連年艦譜は第2軍の二の舞になることを恐れて2個師団を公営として擁護させながら、 東プロイセンから撤退した。ロシア軍の退却は9月10日から14日に及んだが、その間にもドイツ軍は砲撃を加え、ロシア第一軍は死傷者と捕虜で14万5千人の兵を失った。こうして東プロイセンをめぐって、ドイツ帝国とロシア帝国で争われたタンネンベルクの戦いは、ドイツ軍の大勝利に終わった。タンネンベルクの戦いの際の具体的な、 作戦立案はもっぱら参謀長、ルーデンドルフ少将とその部下の参謀、マックス・ホフマン中佐で行われ、ヒンデンブルクの役割は象徴的なものであったと言われる。ヒンデンブルクは回顧録の中で、自分は我が参謀長の知的能力、超人的な実行力、強固な決断に対して、できるだけ自由な活動を与えることが自分の任務と考えていた。 そして必要に応じてその道を開いてやったと書いている。ルーデンドルフもヒンデンブルク将軍は常に自分の考えに賛同し、喜んでその責任を負ったと書いている。英雄家タンネンベルクの戦いの後に建造されたヒンデンブルクの巨大木造ヒンデンブルクはタンネンベルクの戦いの最中の1914年8月26日に上級大将に昇進した。 ついで11月27日には、元水となる。この戦勝で、それまで一般にはほとんど知られていなかった、ヒンデンブルクの名が急速に、ドイツ中に広まり、あちこちで、英雄視されるようになった。シュ主ジ自演州のザブルツェは、町の名を、ヒンデンブルクと改めている。市政にも、ヒンデンブルクの名が付けられた商品があちこちで、売り出されるようになった。また、 ドイツ軍部も西部戦線の敗北を隠すためにタンネンベルクの戦いとヒンデンブルクを盛んに利用した。ここにヒンデンブルクはタンネンベルクの英雄という名声を得たのであった。ただ、ヒンデンブルク自身はこのような英雄史に戸惑いがあったらしく、周りの者にいいかね。もしタンネンベルクの戦いが有利に展開しなかったら、全ドイツ国民から永久に呪われる名前があったに、 違いない。それは、ヒンデンブルクだと述べていた。西部戦線は、参謀総長、モルトケの失策のせいで悲惨な状況になりつつあった。右翼を常に強めよというシュリーフェンプランの基本原則に従って、アルザスロレーヌの左翼軍から、もっと部隊を右翼軍に回して、右翼を強化すべきところを、モルトケは右翼を強化しきれなかった。また、 右翼から二個軍団を東部戦線の第八軍のために引き抜いてしまった。その結果、シュリーフェンプランは骨抜きになってしまい、ドイツ軍はマルヌ海戦で敗北を喫死した。以降戦況は泥沼化を始めた。モルトケは激務に耐えかね、神経衰弱してしまった。1914年11月3日にその後任として、プロイ戦陸将、エイリヒホンファルケンハイン中将が、 参謀総長に就任した。西部戦線を重視するファルケンハイン参謀総長は東部戦線に無駄な援軍を送りたがらなかった。このため東部戦線を預かるヒンデンブルクやルーデンドルフラとファルケンハインら参謀本部では常に対立があった。なお、前参謀総長モルトケも東部戦線増強派だった。英仏はもはや倒せる見込みがなく倒せる。 可能性があるのはロシアだけだったからである。ビルヘルム2世はどっちつかずの態度をとっていた。東部方面軍司令官1915年に描かれたヒンデンブルク元帥の肖像が東部戦線もまだ安定したわけではなかった。オーストリア軍がロシア軍にレンベルクの戦いで敗れた。ドイツ第8軍は急巨大九軍を編成し、カリツヤ方面に派兵し、 オーストリア軍を支援することにした。東部戦線のドイツ軍は、第8軍と第9軍の2軍体制となり、その両軍の上に、東部方面軍が置かれ、ヒンデンブルクが、東部方面軍司令官、ルーデンドルフが、東部方面軍参謀長にそれぞれ就任した。実権は引き続き、ルーデンドルフとホフマンが握った。1914年9月28日に、第9軍と、 第8軍の一部は、オーストリア軍支援のために、ポーランド南部で攻勢に出て、ワルシャワ占領を目指し、10月6日には、バイクセル側に到着した。しかしバイクセル側の戦いで、ロシア軍の頑強な抵抗にあい、突破できなかった。ドイツ軍は10月17日に退却し、オーストリア軍もカルパティア山脈まで押し戻された。ロシア軍は、 手礼辞ンやハンガリーを伺うまでに勢力を回復した。11月3日の作戦会議で東部方面軍は作戦を立て直した。ロシア軍に気づかれぬように鉄道で大空軍を素早く移動させ、11月11日にロッツを強襲したのであった。激戦となったロッツの戦いの末に12月6日にドイツ大空軍がロッツを占領した。これにより、 ロシア軍の主ジエ援侵入の野望はついえた。1915年1月に、ビルヘルム2世の決裁で新たに4個軍団を得た、東部方面軍は第10軍を創設した。オーストリア軍からの要請を受け、東プロイセンとカルパティアから、ロシア軍の都市部を攻撃する計画が実行された。第二次マズーリコ構成で、ロシア軍に勝利を収めたが、ロシア軍は、新手の、 第12軍を投入し、また、カルパティアの戦いのオーストリア軍の敗北で、ドイツの情勢はむしろ悪化した。1915年3月の東部、方面軍司令官、ヒン,デンブ武力減帥小布ノの東部方面軍司令部、東部方面軍に豪を逃やした、ファルケンハイン参謀総長は新設の、第11軍と共に、東部戦線を訪れ、直接指揮を取った。 第11軍の司令官にはアウグスト・フォン・マッケンゼンが任じられ、5月2日に第11軍はゴルリッツ・タルヌフ攻勢で攻撃を仕掛け、勝利を収めた。これを機にロシア軍は押し込められた。8月にはワルシャーが陥落。ロシア軍は大撤退を行い、1915年秋には東部戦線はひとまず安定した。ファルケンハインはこの成功を盾に、 東部方面軍に対して態度を強め、東部方面軍の師団を別の戦線へ移動させるようになった。これに対してヒンデンブルクは1915年10月6日に夏の作戦だけでは、ロシア軍の攻撃力は完全に破られてはいないとしてこれ以上、東部方面軍から師団を送ることを拒絶した。しかし、ビルヘルム2世の決裁でファルケンハインの命令通り、 手段を送るよう命じられた。ファルケンハインは1915年夏の勝利でロシアは当分立ち直れないと踏んでいたがその見通しは甘かったロシア軍は迅速に再編成を済ませフランス軍の要請を受けて1916年3月19日にナーロチコの戦いで攻勢に出た東部方面軍はんとかこれを撃退したが6月4日にはロシア軍は オーストリア軍に対して、ウルシールフ攻勢をかけて、勝利を収めた。ロシア軍は7月に、ドイツ東部方面軍に対する攻勢に出たが、ドイツ東部方面軍はこれを食い止め、戦線を保った。ロシア軍は10月まで攻勢を続けたが、すでに不意打ちの効果は失われていた。ロシア軍は、この一連の攻勢で100万の兵を失った。ロシアで、沿線気分が高まり、 1917年2月には、ロシア革命が発生し、ロシア帝政が崩壊した。参謀総長1917年1月8日、プレス城で、作戦計画を論議中の参謀総長、ヒンデンブルク、皇帝ビルヘルム2世、参謀寺長ルーレンドルフ。ファルケンハインが発動した、西部戦線のベルダンの戦いは思わしくなく、また、彼が、東部から兵力を引き抜いた後に、 東部戦線でロシア軍の攻勢があったことで彼の面目は潰れた。1916年8月27日のルーマニア参戦を契機にファルケンハインは更迭されることとなった。8月28日にヒンデンブルクが公認の参謀総長ルーデンドルフが参謀次長に改めることを提案して許可されたに認知られた。この人事は モルトケの推挙によるものだったという。これまで同様にヒンデンブルクはお飾りでルーデンドルフが実質的に役割を果たした。これ以降のドイツの戦争は実質的にルーデンドルフによって指導され、彼は政治にも干渉してルーデンドルフ独裁と呼ばれる時代を築いた。しかし、核戦線ともすでに防衛のみの姿勢に転じざるを得なくなっていた。 ヒンデンブルクとルーデンドルフはこれまでの東部戦線、大構成論を撤回して、西部戦線に力を入れた。連合軍の構成に先んじて、戦線を交代させ、強固な残豪人地帯、ジークフリート戦を構築して、防御を固めた。1917年、ヒンデンブルク参謀総長とルーデンドルフ参謀次長1917年4月に、イギリス軍は、 アラス海戦で攻勢を強め、5月から6月のメッシーネの戦いで、ドイツ軍の都市部を攻略。さらに7月末から11月にかけて、パッシンベールの戦い、11月から12月にかけて、戦車軍団を動員したカンブレーの戦いで攻勢をかけたが、ドイツ軍は、頑強に抵抗して、イギリス軍の進攻を防いだ。一方フランス軍は1917年4月に、 AN 海戦で攻勢をかけたが、ドイツ軍が勝利した。フランスで沿線気分が高まり、4月29日に68個手段で反乱が勃発した。首相ジョルジュ・クレマンソーが何とか抑え込み、ドイツとの戦争を継続した。海戦では1917年2月に無制限潜水艦作戦を決定した。これはイギリスを追い込むことを目的としていたが、 1917年4月のアメリカ合衆国の参戦を招いた。しかし当時のアメリカには本格的な陸軍はなく、陸軍の組織から開始する状態だったので、アメリカの実際的な参戦は1年先だった。一方、ロシア革命により、帝政が崩壊したロシアに対しては和平交渉を行った。ロシア臨時政府首相。 アレクサンドル・ケレンスキーは連合国の求めに応じてドイツとの戦争を続行したが、ケレンスキー政府は1917年10月のボルシェビキによるロシア革命により崩壊した。ウラジービル・レーニンのボルシェビキ政府が立ち上げられた。ドイツはレーニン政府にウクライナやバルト三国の分離独立を求めた。レーニンは初め拒絶したが、ロシアの軍事力は革命の混乱で、 崩壊状態であり、1918年2月にドイツ軍がロシア軍へ攻撃を開始したことで要求を飲むしかなくなった。1918年3月3日にブレストリトフスク条約が締結され、ドイツはロシアを下した。3月5日にはロシアの公園を失ったルーマニアも降伏。東部戦線は終結した。ロシア脱落を受けてドイツ軍はアメリカが 本格参戦してくる前に西部戦線に最後の攻勢をかけることにした。ドイツ軍は1918年3月から7月にかけて東部の兵力をすべて西側に回して最後の大攻勢、カイザーシュラ派と作戦を行った。しかし、ドイツ軍の奮闘も虚しく、戦局を好転させることはできなかった。さらに1918年8月8日にアミアンの戦いで、 ドイツ陸軍が決定的な敗北を起死した。ルーデンドルフはこの日をドイツ陸軍暗黒の日と称した。大戦末期、ドイツ革命1918年の映画、フランスでの大戦のポスター。ヒンデンブルク元帥が背景に描かれている。お飾りの参謀総長だったヒンデンブルクはバートクロイツナハヤ、ベルギースパの大本営にあって、軍事報告を受けておらず、彼を迷信的に称える。 取り巻きたちに囲まれて外部からの情報が遮断されていた。そのためヒンデンブルクはドイツの戦況について詳しく知らず、なおも戦況を楽観視していた。一方実験を握るルーデンドルフは戦況を絶望しし、連合国との早期講和を求めるようになった。そのため大戦末期にはヒンデンブルクとルーデンドルフは意見対立が多くなった。 しかしやがてヒンデンブルクも戦況が絶望的であることを理解し、ヒンデンブルクとルーデンドルフは9月29日に最小ゲオルクフォンヘルトリングに通帳を送り、これ以上ドイツに継戦能力はないので、アメリカ大統領ウッドロー・ウィルソンが提唱した14カ条の平和原則を承諾してアメリカと休戦協定を結ぶべきであり、そのために政府を改造して、 議会政治を導入せよと要求した。議会政治に反対する保守主義者のヘルトリングはその日のうちに実職した。10月2日にはヒンデンブルクがまだ戦争を継続可能と主張する皇帝ビルヘルム2世の説得にあたり、議会制民主主義の導入を認めさせた。10月3日、連合国から自由主義者として評価が高く、議会からも支持を集めていた。 マクシミリアン・フォンバーデンが最初に就任。最初マクシミリアンは直ちにアメリカ大統領ウィルソンと電報をやり取りして急戦交渉に応じてほしいと懇願した。10月12日にはウィルソンの14箇条平和原則の受け入れも表明した。しかしアメリカからはドイツ軍部や王朝的先制君主は講和交渉の相手と認めない。 これまで戦争を指導してきたものの対人とドイツの民主化を進めようと要求された。最小党議会は戦争指導者としてまず、ルーデンドルフの解任を求めた。10月26日に、ビルヘルム2世はルーデンドルフに参謀辞長職を辞させた。ヒンデンブルクも辞表を提出したが、彼は遺留された。ビルヘルム2世とヒンデンブルクは公認の参謀辞長に、 ビルヘルム・グレーナーを認じた。11月4日に、キール軍港の水兵の反乱に始まるドイツ革命が起こった。これにより、ドイツの主要都市はすべて、老兵評議会により実行支配された。皇帝単位を求める声は、急速に強まった。そして11月9日にはドイツ社会民主党から、求められた最小マクシミリアンが独断で、ビルヘルム2世はドイツ皇帝くらいと、 プロイセン王位を退位したと宣言した。当時スパ大本営にいたビルヘルム2世は激怒し、プロイセン王位退位とスパ大本営からの退去を拒否した。ヒンデンブルクとグレーナーはビルヘルム2世をオランダへ亡命させることを決意した。ヒンデンブルクはビルヘルム2世に私は陛下がベルリンの革命政府に捉えられるのを見るような責任も引き受けることはできません。オランダへ。 お逃げになるしかありませんと進言した。結局、ビルヘルム2世は11月10日早朝に特別列車でスパを去り、オランダへ亡命した。後年ビルヘルム2世は亡命先のオランダドールンで自分の単位についてはマクシミリアンとヒンデンブルクに連帯責任があるが、亡命についての責任は完全にヒンデンブルクにあると解雇した。一方、ヒンデンブルクは後年、 1918年11月9日のことは、グレーナーが主導したと主張している。またヒンデンブルクは、首相、ハイン・リヒブ・リューニングに対して、当時を振り返って、わしは、カイザーのためによかれと思って図ったのだ。一旦敗された転移が再び国民によって、復活された例は他にもある。カイザーがオランダに亡命されるとき、わしの考えたのは、それだった。 だから、今でも大尉も亡命も、不可避の出来事だったと信じている。あの時は、戦線は崩壊していた主軍隊は反乱していた。わしは、プロイセン軍人として、カイザーの安全を守る以外に取るべき道はなかったのだ、とも語ったという。11月10日に、グレーナーは、ベルリンのフリードリ・ヒエーベルト首相と連絡を取り、今後軍は、共和制を支持すると約束するとともに、 老兵協議会を抑えて国家の合法的発展を守ってくれるよう要請した。エーベルトはこれを承諾した。これを受けてヒンデンブルクは老兵協議会の決定に軍は拘束されない旨を布告した。11月11日にドイツ共和国急戦委員会委員長マテアス・エルツベルガーと連合国最高司令官フェルディナンフォッシュ元帥の間でパリ北方コンピエーニュの森において 急戦協定が締結された。ここに第一次世界大戦は終焉した。1920年、散歩中のヒンデンブルクと、妻ゲルトルート1918年11月15日に、大本営はスパから、カッセル郊外のビルヘルムス兵へ移され、そこから、西部戦線の兵の鉄兵を指揮した。新年までには、鉄兵を完了させた。九百十九年二月に大本営は、 ボメラニアのコルベルクへ移され、ドイツ東部の防衛の指揮に当たった。また、ここからバルチック地方のドイツ義勇軍の反革命軍事行動の応援を行おうとしたが、これは連合国総司令官ホッシュ減衰により禁止されている。1919年5月にはドイツは連合国からベルサイユ条約を突きつけられた。あまりに過酷な内容にドイツ中で反対の声が巻き起こった。 しかし再び戦争を開始できる余力がない以上、ドイツ政府には受け入れるしかなかった。ヒンデンブルクは平和条約を締結するか否かについて政府から諮問を受けたが、こう回答している。戦争を再開した場合、防戦地方を獲得し、東部国境を防衛することは可能と思われるが、西部においては優勢な連合軍が我が領域を包囲する力を思えば、 その攻撃に耐えることは不可能であろう。従って戦争の全般的成功は極めて疑問である。しかしながら一軍人としての自分は不名誉な和平を受け入れるぐらいならむしろ玉砕を希望するものである。結局、政権を預かるドイツ社会民主党と中央党だけが賛成し6月23日にベルサイユ平和条約無条件締結の承認が国会で決議された。 これを受けて6月28日にヘルマン・ミューラー外相がベルサイユ宮殿で連合国31カ国とベルサイユ平和条約を締結した。ヒンデンブルクはこの条約が締結される直前の1919 19年6月25日に退役している。ヒンデンブルクは多くの軍人同様ドイツは戦争で負けたのではなくドイツ革命という背後からの人差しによって 敗者として扱われるようになったのだと信じており、1919年11月18日の国会のサモン委員会においてもそれを主張している。ハノーファーで引退生活を送る一方ドイツ各地を旅行したが、特に東プロイセンではロシア軍からの解放者として歓迎を受けた。1921年、カズオ次女を産んだ妻が61歳で死去。 第一回大統領選挙選挙戦中の1925年4月、ハノーファーの別荘で、1925年2月28日、初代大統領フリードリヒ・エーベルトが死去した。バイマル憲法に基づき、3月29日にドイツ発の国民有権者の直接選挙による大統領選挙が行われた。この時、第一回投票で過半数を獲得した候補がおらず、 憲法の規定により当選者は、なしとなった。第2回選挙は4月26日に行われたが、立候補するのに1回目の選挙に出ている必要はなく、また2回目の選挙は1回目の選挙と異なり、過半数に達しなくても最も得票したものを当選者とする規定だった。恩検査派の与党、バイマル連合陣営は、候補者の一本化を図り、 中央党のビルヘルム・マルクスを候補に担いだ。一方、これに危機感を募らせた国家人民党をはじめとする保守、右派陣営隊は公然たる帝政派で、またタンネンベルクの英雄の名声を持つヒンデンブルクを候補に担ぎ出そうとした。帝政派のヒンデンブルクははじめ、共和制を認めることはできないとして立候補の要請を拒否したが、 アルフレート・フォンティル・ピッツの説得を受け、オランダに亡命中のビルヘルム2世に伺いを立てた、上で無所属で立候補することを決意した。選挙戦中の1925年4月のヒンデンブルク退役元帥、鉄株と団とともに更新中ヒンデンブルクは、復活祭に際しての選挙民へのメッセージの中で、停戦復古主義者であることと、共和制の大統領を目指すことの矛盾について、 初代大統領エーベルトが憲法の擁護者としてさえ、事故が労働者階級の出身であることを隠さなかったごとく、世もまた決して事故の政治的信念を法的することはないであろうと述べて問題はないとしている。ラジオ放送で国民への演説も言ったが、これはあまり成功したとは言えなかった。ヒンデンブルクはマイクの前に立つのが初めてだったので上がっていた。咳込んで話し、 またいちいち握りこぶしで目の前のテーブルを叩きながら話すのでゴツンゴツンという音が入ってしまった。しかも演説文を読み上げた後マイクの前だということを忘れて側にいる者にありがたい。これで終わったかと述べてしまい妙なラジオ演説になってしまった。ヒンデンブルクはこの時に限らずラジオ演説が生涯苦手だった。そのため後には 彼の演説を入れたレコードが作られ、それが、所定の時間に流されるようになった。4月26日の投票日は、息子、オスカーの妻の実家本マレンホルツ男尺家で過ごした。ヒンデンブルクは、孫と公園を散歩したり、遊んだりして過ごしていた。投票結果が、まだ判明していない夜10時に、いつも通り就寝している。一方、息子のオスカーは、夜更けまでラジオの前に座り、 開票状況を見守った。ブルジョは、保守派、右翼勢力が一丸となって応援したヒンデンブルクは、1465万票を獲得していた。マルクスを90万票の僅差で破っての当選だった。翌日の朝に当選を知ったヒンデンブルクは、神ミドイツ国民の選択を祝福し、これを境したまいと叫んだという。また彼は、 競争相手のマルクスが祝電を送ってきたことに非常に感動した様子であったという。後にヒンデンブルクは大統領としてマルクスを首相に任じている。前期の恩恵な統治1927年に書かれたヒンデンブルク大統領の肖像が1925年5月12日の就任式を経て正式に第2代バイマル共和国大統領に就任した。 時にヒンデンブルクは77歳だった。国会で行った就任演説で彼は次のように述べた。世は全能にして、全知なる神の名によって誓う。世は全力を挙げて、ドイツ国民の福祉と利益の増進とに尽くし、ドイツを災いより救い、憲法と法律を守り、良心的にあまりの義務を果たし、思考して万人に正義を主官とするものである。故に、神よ、 願わくは、その僕を助けたまんことを。ヒンデンブルクから、ヒトラーへ、ナチス第三帝国への道235ページ保守、右翼たちの期待に反し、就任から数年間のヒンデンブルクは恩恵であった。国家人民党などから、売国奴と罵られていた、グスタフ・シュトレーゼマン外相を庇護し、ロカルノ条約締結とドイツの国際連盟加入を実現させ、 ドイツの国際社会復帰を果たさせた。1926年秋には、オットー・ゲスラー国防相やシュトレーゼ・マン外相の要請に応じて、バイマル共和国軍陸軍長官、ハンス・フォン・ゼイクト上級大将を罷免している。彼が独断で、ビルヘルム・2世の孫、ビルヘルムを大演習に参加させたことが直接の原因だったが、 ヒンデンブルクはそのことよりも、ゼークトの独断稽古を許さなかった。ゼークトは軍を国家内国家に仕立て上げ、政府に独立的な態度を取ることが多かった。また、参謀本部のエリートコースを歩んだゼークトに、実戦部隊に育ち野戦の英雄として名を挙げたヒンデンブルクは、好感を持っていなかったという。1928年5月18日、 首相官邸建築の低組織に出席したヒンデンブルク大統領。右後ろはビルヘルム・マルクス首相1928年1月にはゲスラー国防相が秘密災軍備に絡む軍港間の不正事件問題で隕石辞任。後任にはかつての参謀次長グレーナーを据えた。彼は初代大統領エーベルトと結託して共和体制を作った人物として 国家人民党から目の敵にされており、ヒンデンブルクが彼を庇護したことは、これまた保守、右翼を失望させた。もっともこれ以降軍の実権は、グレーナーが厚く信任していた政治局長、クルト・ホン・シュライヒャー中将によって掌握され始める。シュライヒャーは、ヒンデンブルクの息子をスカーと親しく、そのつながりで、個人的に、ヒンデンブルクの取り巻きになった。 1924年から1928年頃にかけてのドイツは経済的に安定していたため政治の混乱も沈静化していた。しかし1929年にアメリカ・ニューヨークの株式市場が暴落し世界大恐慌が起きると政治状況も変わってくる。1930年3月13日にヒンデンブルクはヤングアン受クに署名した。 署名にあたって国民に向けて次のように声明している。ヤング案に対する賛否両論を聞き、これらを考慮の上、慎重に同案を検討した結果、心重くも、しかしながら断固としてこれに署名した。ヤング案は、同図案と比較すれば、一定の改善と救済が見られ、政治的にも、経済的にもドイツが解放、再建される難路の第一歩と言える。 もしこれを拒絶すれば、その結果ドイツの経済、財政にとって計り知れない影響を与え、国家を重大な危機に導くことは必至であろう。要は、この決断をなすにあたり、個人の思惑は断じて廃止、また責任から逃れるために、国民投票に訴えたり、辞職をするがごときことは元より念頭にはなかったので、ある。ヤング案署名にあたって発表したドイツ国民への、 声明だが、ヤングアンは、バイマル連合を形成していたリベラル派や恩検左派を除いて、保守、右翼から極左に至るまで様々な政党の批判と罵倒にさらされた。国家人民党、ナチ党、共産党などがヒンデンブルクを攻撃するキャンペーンを大々的に展開した。ヒンデンブルクはこれによって、保守、右翼陣営からの支持を大きく失う。 大恐慌による失業者対策にヘルマン・ミュラー連立内閣が定めた失業保険政策は社民党の党内合意を得られず、ミュラーは1930年3月27日に総辞職することとなった。ヒンデンブルクは社民党を打破するためにも保守、右翼からの支持を回復するためにも議会に拘束されない。 国家人民党と中央党の連立政権の誕生を望むようになった。国家人民党の党首、フーゲンベルクと接衝を図ったが、フーゲンベルクはヤングアンとそれに関係した者のへの過酌ない反対闘争を続けると回答し、拒否した。結局ヒンデンブルクは、シュライヒャーの勧めで、ハインリヒ・ブリューニングを首相に任命した。ブリューニングは一時大戦の時に将校だった人物で、 三年ベルクの英雄ヒンデンブルクを盲目的に崇拝していた。ヒンデンブルクは任命の際にブリューニングに議会に拘束されずに組閣せよと命じた。ブリューニングとしても社民党を政権に入れて強行対策をするのは無理だと理解しており、大統領体験である緊急令を強引に利用して政権運営を行うようになる。これ以降ワイマル共和国は議会に立脚せずに、 大統領の緊急令をもって政治を行う大統領内閣の時代に突入することになる。大統領内閣1931年5月、ベルリンビルヘルム街の大統領官邸の庭園、ブリューニング内閣は、シュトレーゼマン外相の賠償貫水、軍縮などの国際協調主義を継承し、ドイツが国際的に孤立しないよう努力した。しかしこの路線の継承は大恐慌の中で、 それでなくても苦しかった国民に、さらなる待望生活を強いることとなり、気が最小として国民から恨まれた。1930年7月16日に、ブリューニングは、ヒンデンブルク大統領に要請して財政に関する大統領緊急令を発令したが、国会で、社民党によって潰された。バイマル憲法は、大統領の緊急令を認めつつ、 これを国会が投票で破棄できるとも定めていたためで、ある。大統領内閣の議会運営を安定させるために、ヒンデンブルクは、恣意的に議会に解散を命じて、総選挙に打って出たが、結果は、左右両局の国家社会主義ドイツ労働者党と、ドイツ共産党の躍進に終わり、全く裏目に出てしまった。ブリューニング内閣はヒンデンブルクが嫌っている、社民党の閣外協力で、 かろうじて政権を運営する状況となり、そのためヒンデンブルクは大統領緊急令をしばしば行使するようになる。もはやまともな議員内閣制は機能しなくなった。ヒンデンブルクが社民党を嫌ったのは革命の経緯によるものだが、同時に社民党との協力がヒンデンブルクが支持層と認識していた保守、右翼の反発を買い、その支持を失うことを恐れたからでもあった。 1931年3月28日には、ブリューニングの求めに応じて、政治的過激派撲滅のための命令を発令し、ナチ党の集会と征服を禁止し、またナチ党の新聞を発禁処分にした。1931年10月10日には、ナチ党党首アドルフ・ヒトラーがゲーリングを同伴して、ヒンデンブルク大統領との発面会に訪れた。しかし、 ヒトラーの熱狂的な雄弁はヒンデンブルクに悪印象しか与えなかった。以降ヒンデンブルクはヒトラーをボヘミアの上等兵と毛嫌いするようになった。同日行われたブリューニングとヒトラーの会談も決裂し、ヒトラーは政府へのいかなる協力も拒否した。翌日11日には、ナチ党は国家人民党や鉄株と団と共に右派大連合の反政府運動。 ハルツブルク戦線を組織した。第2回大統領選挙1932年3月、大統領選再出馬でドイツ国民への呼びかけを行う、ヒンデンブルク大統領、ヒンデンブルク大統領の7年の任期が切れ、1932年3月13日に大統領選挙が予定された。ヒンデンブルクはこの時84歳を超えており、少し前には、 意識不明の渋滞に陥ったこともあり、出馬は無理と考えられていたが、ヒンデンブルクが不出馬の場合ヒトラーが大統領に当選する公算が大であったため、ブリューニング首相やバイマル共和国派から出馬を求められた。結局ヒンデンブルクは2月15日に出馬宣言を行い、再選を目指すことにした。一方な地頭党,党首アドルフ・ヒトラーも2月27日に出馬を宣言した。 その他に、ドイツ共産党のエルンスト・テールマン、国家人民党、鉄カブト団のテオドール・デュスターベルクも、出馬宣言した。この選挙でのヒンデンブルクは主に中央党、社民党、労働組合、ユダヤ勢力などから支持を受けた。1925年の選挙で、ヒンデンブルクを支持した、ブルジョア、保守、右派勢力からの支持は、今や、ほとんど失われていた。貴族連は、 札付きの裏切り者はもううんざりだとヒンデンブルクを公然と批判する声明を出した。対照的にヒトラーは社民党や労働組合を徹底的に攻撃し、また再軍備を訳したことで急速にブルジョワ、保守、右翼たちから支持を集めていた。ヒトラーに巨額の政治献金が行われ、この選挙の際のヒトラーの選挙資金はヒンデンブルクよりはるかに多かったと言われる。 1932年3月13日に行われた選挙は、ヒンデンブルクが1866万1736票、ヒトラーが1133万8571票、テールマンが498万2079票、デュスターベルクが255万7876票を獲得した。しかし、ヒンデンブルクの得票がわずかに、 過半数に達しておらず、当選者なしとなり、第2回選挙に持ち越されることとなった。その間、国家人民党、鉄かと団は、ヒトラー支持を表明して選挙戦から去った。第2回投票は4月10日に行われた。ヒンデンブルクが1935万9642票。ヒトラーは1341万7460票。 テールマンが370万6388票を獲得した。ここにヒンデンブルクは、帝政復古主義者でありながら、バイマル共和国派の支持を受けて、再び大統領に当選することになったのである。ヒンデンブルクの受け入れ九1932年9月、フランクフルトアンデアオーダー。社内左がヒンデンブルク大統領。 社内右が息子オスカー再選したヒンデンブルクだったが、自分が低制復古主義者なのになぜか保守、右翼から憎まれ、しかもバイマル共和制覇によって勝手に共和国の守護者に祭り上げられていることに立腹していた。また彼はすでに1日に数時間程度しか正常な活動ができないほど漏水していた。政策決定は息子オスカーフォンヒンデンブルクや大統領府官房長、 オットー・マイスナー、クルト・フォン・シュライヒャーラもっぱら親しい仲間内でのお茶会でなされるようになっていた。もはやヒンデンブルクは大統領というよりドイツ皇帝に近くなっていった。ヒンデンブルクの側近の中で特に彼を操って権力を握ったのはシュライヒャーであった。1932年4月13日にヒンデンブルクはハインリヒ・ブリューニング首相やビルヘルム・グレーナー。 国防省圏内省らの要請を受け入れて、ナチ党の突撃隊と親衛隊に禁止命令を出した。しかし効果は薄く、4月23日に各州で行われた地方選挙で、ナチ党はバイエルン州を除き、すべての州議会で第一党に躍進した。シュライヒャーは自分を中心とした右翼大連立政権を画策して、ナチ党に接触していたので、 こうしたブリューニングらの半ナチの動きは邪魔だった。シュライヒャーは5月13日にグレーナーを国防省辞職に追いやった。さらに東プロイセンの地主が管理しきれない土地を失業者に分配するというブリューニングの政策にユンカーたちが農業、ボルシェビズムと反発したのを機にシュライヒャーはヒンデンブルクにブリューニング解任を提案した。ヒンデンブルクはこれに同意し、 5月29日にブリューニングを呼び出し、今後は右翼政治を行うべし、労働組合指導者層とは手を切るべし、農業、ボルシェビズムは根絶すべしと命じた。事実上の辞職要求と感じたブリューニングは翌5月30日に総辞職した。ヒンデンブルクはシュライハーが押した、フランツフォン・パーペンという当時全く無名だった貴族を公認の首相に内定した。 ブリューニングを辞職させた5月30日にヒトラーを招集し、パーペンを首相とする保守、右翼内閣を樹立させる予定なので支持してほしいと要請するとともに突撃隊と新英隊の禁止命令の解除をちらつかせた。しかし後日ヒトラーは自分が首相に任命される以外に政府に協力することはないと拒否した。パーペンはナチス怪獣のため、 突撃隊と新兵隊の禁止命令解除をヒンデンブルクに申請し、ヒンデンブルクは6月16日に禁止令の解除命令を出した。7月20日にはパーペンの要請を受け入れて大統領権限でプロイセン州首相オットブラウン首相の政府を解体し、代わりにパーペンをプロイセン国家弁務官に任命した。これにより、 フロイセン政府の幹部を占めていたバイマル共和制派は根こそぎ一掃された。バイマル共和国派の最後の画像はここに崩壊した。合わせて共産党員の検挙も本格的に開始させている。ナチスの台戦九百9 3 2年10月、ヒンデンブルク大統領。右端に国防省シュライヒャンが見えるパーペン内閣の下で7月31日に総選挙が行われる。 賠償金問題へのパーペン内閣の対応を批判したナチス党は大躍進し、総議席608議席中230議席を獲得し、第一党となる。また、75議席を獲得した中央党も、ハンパーペンの姿勢を明らかにしており、内閣の権力基盤は大きく揺らいだ。パーペンとシュライヒャーは八月十日から十二日にかけて、ヒトラーと会談し、 ヒトラーに副首相就任を要請した。ヒトラーはこれに激怒し、会談は決裂。8月13日にはヒンデンブルク自らがヒトラーを招集し、パーペン内閣の副首相になるよう説有したが、ヒトラーは首相の地位を要求した。ヒンデンブルクがこれを拒否し、会談は決裂した。9月12日に、ナチ党は、社民党、共産党などとともに、 パーペン内閣の内閣不信任案に賛成し、圧倒的多数で可決させた。パーペンは、ヒンデンブルクの大統領命令で国会を解散した。その結果行われた11月6日の総選挙で、ナチ党は議席を減らしたが、196議席と第1、党の座を維持した。しかも、ヒンデンブルクやパーペンにとって、ナチ党よりも憎むべき。 敵ドイツ共産党が初めて100議席を獲得した。ナチ党が議席を減らしたことで、ヒトラーが要求を下げると踏んだパーペンは、再度ヒトラーに副首相就任を打診したが、やはり拒否された。もはや内閣と国会がうまくやっていくことは、不可能であると判断したパーペンはヒンデンブルクに、新国家案を提出。国会を二院制にし、下府長に二票の投票権を与え、 また一切の政党、労働組合、経済団体を解散させるという内容だった。完全にバイマル憲法を無視した内容だったが、ヒンデンブルクはこの時局ではやむを得ないとして一度賛成した。しかしシュライハーがそのようなことをすれば必ずナチ党と共産党が反乱を起こすし、軍にそれを鎮圧する能力はないとして反対した。 軍の指示なしでこのような案を強行するのは不可能であったので、パーペン内閣は11月17日に総辞職せざるを得なくなった。ヒンデンブルクはシュライヒャーに激怒し、彼にパーペン内閣を潰した責任を取って公認の首相を引き受けるべきであると求めた。12月2日にシュライヒャーに組閣を命じ、12月3日に彼がバイマル共和国最後の首相に就任した。 シュライヒャーは、ナチ党と連携しての政権運営を図り、ナチス・サハ、グレゴール・シュトラッサーに接触を図った。しかしあくまで首相の座にこだわるヒトラーは、12月8日に、シュトラッサーをすべての党役職から辞任させ、シュライヒャー内閣への協力を拒絶した。一方、すっかり反シュライヒャーの立場になっていたパーペンは、ヒトラーと連携を図った。 ヒトラーは1933年1月1日にケルンの銀行家クルト・フォン・シュレーダー邸でパーペンと秘密会談している。両者はシュライヒャーダ島のために共闘が必要であること、ヒトラーが首相に就任すること、憲法を擁護すること、社民党、共産党、ユダヤ人を国家中枢から追放することなどで一致した。 さらに1933年1月22日、リッペントロップの屋敷に、ヒトラー・ゲーリング・フリックらナチトーヨー人と、オスカー、マイスナー、そして、パーペンが集まった。ヒトラーとオスカーの二人は、密室で会談し、その後一堂で会食したという。ヒトラーとオスカーの密談の内容は分かっていないが、ヒンデンブルクの土地の取得にまつわる脱税疑惑を、 追求すると脅迫を受けたのではないかという説がある。ヒトラーは秘密会談の結果、パーペンやオスカー、大統領官房長マイスナーを味方に取り込むことに成功した。1933年1月23日、シュライヒャーは国会を解散して、次の選挙日を定めないまま軍事独裁政権へ移行することをヒンデンブルクに提案したが、ヒンデンブルクは意見であるとして却下。 これにより1月28日には、シュライヒャー内閣は、総辞職した。ヒンデンブルクはなおも、ヒトラーの首相就任には、抵抗があったが、オスカーやパーペンらに説得された。ヒンデンブルクやパーペンは、パーペンや国家人民党のフーゲンベルク、鉄カブト団のゼルテも入閣するので、これらの者たちが、ヒトラーを成中できると考えていたという。 1933年1月30日午前11時15分、ヒンデンブルクはついにヒトラーを首相に任命した。ナチス時代ヒトラーが首相に就任して2日後の1933年2月1日、ヒンデンブルクはヒトラーの要請に応じて国会を解散し、総選挙が始まった。さらに2月4日にはヒトラーの要請で、 ドイツ民族保護のための大統領令を発令し、国民の集会、出版、言論の自由を停止した。さらに2月27日に国会議事堂放火事件が発生したことを受けて、翌28日にドイツ国民と国家を保護するための大統領令を発令し、国民の権利停止の範囲を拡大した。同日、早速、プロイセン州内省ヘルマンゲーリングが、 共産党員を4000人逮捕し、オラニエンブルク強制収容所へ収容した。共産党の活動は禁止され、同時に社民党の機関紙も発行禁止処分を受けた。3月5日の国会選挙の結果、ナチ党は43.9%の得票率を経て288議席を獲得した。また、ヒトラー内閣の与党である国家人民党が52議席獲得したため、 与党は過半数を獲得した。さらに3月9日には共産党の国会議員81名が資格停止処分を受け、議席ごと抹消されたため、ナチ党が単独過半数を獲得した。3月13日にはヒトラーの要請を入れて、ナチ党宣伝全国指導者、ヨーゼフ・ゲッペルスを国民警務を宣伝省の大臣に任じた。 1933年3月21日、ポツダムでの国会開会式。ヒトラー首相と握手するヒンデンブルク大統領。3月21日、ゲッペルスの演出で、ポツダムの英寿協会のフリードリヒダ用の棺の前で国会の開会式が行われることとなった。第一回帝国議会開会記念日を国会の開会日にし、ポツダムの日とした。 ドイツ帝国やプロイセン王国との連続性を意識した、こうした配慮はヒンデンブルクを喜ばせた。ヒンデンブルクは50年以上も前、広島戦争と不仏戦争に外戦した際に、プロイセンこのエレン大将校として、プロイセン王に随犯して、この場所にも出ている。そして、ドイツが再生されようとする今、再びこの地に立っていることを考え深く感じていた。 式典の最中、ヒンデンブルクは感極まって、涙を流している。ヒトラーは次のように演説した。カイザーも政府も国民も戦争をする意志はなかった。けれども、国民の大敗と一般的崩壊は弱い国民を敷いて、そのより良き判断と最も神聖なる信念に反しながら、ついに我々に戦争責任ありとの主張を受け入れさせたのである。 たぐいまれなる革命によって国民の名誉はわずか数週間にして回復された。減衰閣下、閣下の理解によって古き偉大さと新しき力のシンボルは結合できました。私は閣下に心からの敬意を捧げます。ヒンデンブルクからヒトラーへナチス第三帝国への道379ページ3月23日。 ベルリンのクロリオペラハウスを議場として国会が始まり、ヒトラーに国会の承認も、大統領の署名も、必要なしに憲法を除くすべての法律制定、条約締結の権限を与える内容の全権委任法が提出される。賛成441票、反対94票で可決された。ヒンデンブルクはこれに意義なく署名し、ドイツの議会政治は止めを刺された。 全権委任法で大統領権限は不可侵であるとされて、首相、閣僚任免権や国軍最高指揮権は依然として大統領にあったため、ヒンデンブルクは、世はヒトラー首相があまりに対し、憲法の強制はなくとも、まずあまりに相談することなくして、全権委任運法が彼に与えた権力を行使することはないと言明したことを喜ぶ。世と首相は、緊密に強調し、 万人に正義をというあまりの誓いを果たすべく努力するものであるという所感を発表している。しかし、86歳の老衰した大統領、ヒンデンブルクとの事前相談の約束など今をときめく44歳の首相ヒトラーにはほとんど何の制約にもならなかった。しかもこの頃、ヒンデンブルクの健康はかなり悪化しており、7月頃には前立腺の切除手術が検討されたが、 手術に耐える体力がないとされて中止している。彼はほとんどをノイデックの別荘で過ごすようになっていた。1933年5月1日、ベルリンルストガルテンで行われた第一回、国民労働祭。ヒトラーはこの日、労働者代表者たちをヒンデンブルクに接見させた。1933年6月から7月にかけて、ナチ党以外の全政党は消滅した。 社民党は非合法にされて強制解散させられた。それ以外の主要政党はナチ党の圧力によって自主解散させられた。1933年8月27日、ヒトラーと共にネン,ンベルクの戦い記念館での式典に出席。ここでまたしてもヒトラーから忠誠の言葉を捧げられ、単年ベルクの戦いでの自分の活躍を持ち上げられて越に入っていた。 しかし、ドイツ国民には、ヒンデンブルク伝説はどんどん影が薄くなっていた。もはや彼はヒトラーほど国民から熱狂を受ける存在ではなかった。10月14日、ヒトラーはドイツを国際連盟とジュネーブ軍縮会議から脱退させた。国民の中に賛否両論があったことからヒトラーはヒンデンブルクを引っ張り出して、これを支持する声明を出させている。 ハンナチ派の陸軍総司令官、クルトフォン・ハンマーシュタイン・エクボルト上級大将が、ヒンデンブルクを利用して、ハン・ヒトラー作望をしようとしたが、ヒンデンブルクは相手にせず、1933年12月27日に、ハンマーシュタインは辞職に追い込まれた。1934年2月19日、ヒトラーの要請を入れて、ヒンデンブルクは、 軍の最高指揮権者として全ドイツ軍人に対して、ナチ党の党初である和首相を軍服に入れることを命令した。ヒトラーとエルンストレーム以下突撃隊幹部の関係が悪くなり、突撃隊無本の噂が流れるとヒンデンブルクは事態を危険視し、1934年6月21日にノイデックの別荘を訪れたヒトラーに対して、もし突撃隊問題が解決されないのであれば、軍に、 処置させると言命した。ヒトラーはこれに焦り、突撃大粛清を決意したという。ヒトラーは、新衛隊を使って、6月30日から7月2日にかけて、レーム、シュトラッサー、シュライヒャーなどに対して、粛清を行った。ヒンデンブルクは7月2日に、ヒトラーに感謝状を送っている。一方で、マールブルク大学で、反ナチ演説を行い、 6月30日にも危機にさらされながら何とか生きながらえていた副首相フランツフォン・パーペンを処刑しないようヒトラーに依頼した。ヒトラーは承諾しパーペンについては7月26日にウィーン公使に任じて左遷するにとどめた。1934年7月末頃にはたびたび昏睡状態に陥るようになる。7月31日に政府は ヒンデンブルク大統領が既得状態に陥ったことを発表した。8月1日にヒトラーはドイツ国家元首法を制定し、ヒンデンブルク大統領が死去した場合には、大統領の職能を首相に統合すると定めた。同日、ヒンデンブルク大統領の見舞いにノイデックを訪問している。その翌日の8月2日午前9時にヒンデンブルクは死去した。87年の生涯だった。 死去1934年8月2日、ヒンデンブルクは死去した。ナチ党は所管僚及び新衛隊に2週間の服務を命じた。8月6日に国会でヒンデンブルクの葬儀の第1日が始まった。翌8月7日にヒンデンブルクの遺体はタンレンベルク記念碑に安置された。ヒトラーは数千人の政治犯を対象に特赦を行った。 8月15日には、息子オスカーからパーペンを返して、ヒトラーに遺書が手渡され、国民に公開された。刻々と行われつつある、ドイツ国民の復興と強化につれて、すべて、ヨーロッパ問題に関する、進歩的で寛大な解決は、ドイツの名誉と威厳を基礎として求められ、獲得されたのである。世は、世の生涯の夕暮れに、 この国民力の構成の時を見ることを許したモータ、神に感謝する。またあまりは、利己心を捨てて、世に協力し、ドイツ再建に尽くした、あらゆる人々に感謝する。世の首相アドルフ・ヒトラーと彼の運動は、ドイツ国民をして、その職業、階級を超越せしめて、国民の一致に導いた。これは、歴史的な重要性を持つ、決定的な一歩である。 多くの試すべきことが残されているのをあまりは知っている。世は、全ドイツを包容する和解の行為が国家的公用と国民的協力との先駆とならんことを中心より願う。世は、世が1919 19年に憧れ、1933年に着々と身を結びつつあるものが、ついに熟して我が国民の歴史的使命を完全に果たすに至る。 ことを希望しつつ、我がドイツ国民と別れよう。祖国の将来に対して、この核心を抱きつつ、世は安らかに目を閉じるであろう。1934年5月11日、ベルリンにて、フォン・ヒンデンブルク、ナチ党政権により公開された遺書1934年8月2日、安置される、ヒンデンブルクの遺体宣伝書ゲッペルスは、ラジオ放送で、古大統領は、 その生涯を通じて、格格たる栄誉さと率直さゆえに、祖国ドイツ国民により、永久に記憶せられるべき人であるとその徳を称えた。ヒトラーは、前日に制定したドイツ国原主法によって、ヒンデンブルクの仕事立ちに大統領の職務を、首相の職務に統合し、新国家原首となった。8月18日には、息子オスカーが、ヒトラーが、 原種になるべきであるというラジオ放送を行った。8月19日に行われたドイツ国家原種法に対する賛否を問う国民投票において88.9%の賛成を得てヒトラーは正式に国家原種就任を認められた。ただし、古代統領の偉大さにより大統領の称号は独特の意義を持ち、全国民の真意と偉大なる個人の名と 不可分的に連想されるに至ったとして、大統領とは名乗らず、従来通り、指導者権ドイツ国首相と呼ぶように国民に求めた。ヒンデンブルクは、自分の死後に帝政を復活させる考えがあったらしく、ビルヘルム二世の着尊である、ルイ・フェルディナント・フォン・プロイセンを皇帝に即位させる案を持っていた。しかし、この計画は公式の遺言状には盛り込まれず、ヒトラーへ、 死神の形で伝えられた。公式の遺言状は公開されたが、死神の内容が世に伝わることはなかった。ヒンデンブルクの最後の言葉は、我が皇帝、我が祖国よ、であったという。ヒンデンブルクは所有する東プロイセンのノイレック、荘園に葬られることを望んでいたが、ヒトラーは、タンネンベルクの英雄を、タンネンベルク戦勝記念碑の敷地に、 盛大な儀式を行って埋葬することを命じた。死して、なお政治利用されたのである。第二次世界大戦末期、赤軍がドイツ本国に迫り、ヒンデンブルクの墓を荒らされることを恐れた国防軍は、彼の棺を同じくドイツの軍国主義の象徴である、フリードリヒ・ビルヘルム一世及び、フリードリヒ二世の棺と共に、ン林ンの岩塩港に隠した。 それを発見したアメリカ軍は彼らの棺をドイツ西部のマールブルクに移した。ドイツ再統一後にフリードリヒ2世はその生前の希望通り算数子宮殿に改装されたがヒンデンブルクと夫人の棺はなおもマールブルクのエリザベート教会内に安置されている。ヒトラ政権を誕生させたことへの危機感からか彼の棺には証明が当てられていない。爆発炎上する。 ヒンデンブルク号ヒンデンブルクは第一次世界大戦の選考により高い人気を獲得した。数多くの市や大学が名誉市民や名誉学位を送っただけでなく、ヒンデンブルクグッズが発売され大人気となった。サブルツェ市は1915年から30年間に渡りヒンデンブルク市と改名しただけでなく、各都市の大通りや軍艦などに彼の名前が冠されていた。 例として、巡洋戦艦、ヒンデンブルク、ヒンデンブルク号爆発事故で知られる飛行船、ヒンデンブルク号がある。また各地に彼の像が設置された。第一次大戦後も彼の人気は衰えることなく、夫妻が隠居先として選んだハノーファーでは大々的な歓迎式典を行っただけでなく、新居を送り、市民たちは我々のヒンデンブルクと誇った。 大統領当選後には彼の80歳の誕生日を祝う式典が各地の市民により自発的に行われた。ナチスドイツ時代にもヒンデンブルクの検証は引き続き行われたが、ヒトラーへの権威や伝統の継承、融合などナチ党に都合の良い側面が強調された。第二次世界大戦の敗戦以降はヒトラーの独裁を許したという負の側面から、 各都市にあった通りの名称の変更が相次ぎ、現在ではほとんど姿を消している。また、彼の像もほとんどが撤去され残っていない。ありがとうございます。